大猿は、可愛いどこが可愛いね、あいつの。やっぱ見た目かな。見た目全然可愛くないけどな。あと家で飼ってるし。すごいな、お前大猿飼ってんのかあ餌は何食わしてんねん葉っぱ。葉っぱ大猿葉っぱ食うんか知らなかったで、どこで飼育してんねん鳥籠の中せんま、まあ昨日死んだけどな。死んだんかいフリーザがマジでやばすぎる。 この全裸のド変質者野郎はフリーザといい身長も体重も不明ですがかなりクソチビな体型をしていますなんとあの悟空とかいう生き物からもかなりガキっぽいと言われるほどの小ささですしかしこいつにはありえない欠点がありますそれは服を着ていないということです見てくださいこの姿を 完全に全裸ですコンプライアンスに違反しないのでしょうかさらにこのフリーザとかいう生き物は全身が金色になるとかいう変身も持っておりもはや下ネタですそんなフリーザですが一つだけ気にしていることがありますそれはやはり身長が小さいということです映画ドラゴンボールスーパーブロリーでは身長5センチ伸ばしたいとかいう理由でドラゴンボールを使おうとしていましたセノビックのんどけよそれが身長を気にする前に服を着た方がいい生き物フリーザです 悟空は、ブルマと結婚したため、それ、大意味あるよちょ、落ち着け、ベジータ落ち着けるかブルマと結婚は説明しろいや、冗談だって、ベジータえあ,あなんや、冗談かよ。ベジータ、声が。え声なんか、おかしいぞ声枯れてもうたやんけあんな叫ぶからじゃねえか叫ばしてお前らま、 ブルマと結婚ってのは嘘だお前覚えなきよマジではっ来いブルマのドラゴンボールの使い方がマジでヤバすぎる。この胸が少ししぼんで垂れた女はブルマといい。身長165センチ、体重49キロ、バスト83センチ、ウエスト58センチ、<laughs> ヒップ14センチの普通の中年女性になります。 しかしこの女にはヤバすぎる欠点がありますそれがドラゴンボールでしょうもない願いを叶えているということです映画「ドラゴンボールスーパースーパーヒーロー」ではケツを少し上げるなどわけのわからない願いを叶えていることが明らかになりましたその他にも顔の小じわを取ったりまつげを2ミリ生やすなどバチクソしょうもない願いを叶えていることも明らかになりました一体ドラゴンボールを何だと思っているのでしょうかそれがいい加減にした方がいい女ブルマです悟空とベジータが結 結婚したするわけないやろ、お前なんかとなんでお前と結婚しなあかんねんオラの愛するベジータやかましいわ、お前何がオラの愛するベジータやねんお前に愛されてたまるかえぇ、ー、えー、じゃないだ、お前結婚はせえへんええー、か俺にはブルマがおるんやそれに浮気なんて男として最低な行為だからなさすがベジータ結婚すっかおーい話聞いてたかお前と結婚は へんへんじゃあ、ご飯と結婚しようかな。はぁ、あ、悟空は、ベジータに鼻くそをつけたきったねお前人に鼻くそつけんなやそれが人に鼻くそをつけたくなる年頃なんだどんな年頃やねんニューリーミューリギャー,ーまたつけたー 鼻クソフェスティバル。何が鼻クソフェスティバルやねん。はよ鼻クソ吹けや。顔面ぶん殴るざやってみろよ。オラには父という盾がいるかんな。自分の嫁盾にすんのか最低大丈夫だ。ドラゴンボールで生き切れる何笑うとんねん、お前。悟空は、ベジータにあだ名をつける。どんなあだ名をつけてくれんねん。エンジェルとかかな。エンジェル俺のどこがエンジェルやねん。じゃ、ポッキーかポッキー お菓子やんけ、それ。それじゃ、うまい棒か。なんでお菓子ばっかやね、さっきから。もっとあやろうが。例えば、愛のカリスマとか。ん愛のカリスマ俺にぴったりのあだ名じゃないか。似合ってねえな。ダメか。おめえのあだ名はやっぱ、カタツムリだな。誰がカタツムリやねお前。ビジータワー、かわいいか、かわいい俺がか。そうだ。やめろよ。照れちゃうじゃないか。 みんなも可愛いと思うよな。えおりえおり気まずないこの空気。き、気まずいな。誰も俺のこと可愛いと思ってないやん、絶対。そ、そんなことはねえよな、みんな。ほら思ってないやん、絶対。思ってねえみてえだな。じゃあ何やってん、この動画は悟空が二人いるおす オラ、悟空オラも悟空まさかオラが二人いるなんてなオラもびっくりだ考えてることも同じだよなもちろんだぞさすがオラだなこういうのをびっくりドンキーって言うんだよなそれを言うならドッペルゲンガーだなおめえ頭いいなおめえがバカすぎんじゃねえかおいカカ、カカロット修行だってやあカカロットが二人いるおばけー い誰が弱いじゃき様下半身バッキバキにすんぞこら下半身ボッキボキそりゃちょっと照れちまうな照れんなお前あとボッキボキじゃなくてバッキバキやなあビジターなんだなんかお尻がヌルヌルすんだけんどそりゃお前うんこ漏らしとんちゃうんかかもしんねえなどうすっかなこのうんこはよ、吹け